勝田談は、大阪市を本拠とする、芸能事務所大手の松竹芸能創業者の一人で、元会長、社長、工業士、芸能プロモーター。大阪府出身。1947年、立命館大学法学部卒業後、大手映画会社、松竹創業者の一人である、白井松次郎が経営する千土地工業に入社。 恵比寿橋小畜の支配人などを経て、1954年に、千土地工業を退社。その後、芸人を圧戦する芸能事務所新生プロダクションを主催。1958年、もう一人の小畜創業者である白井の実定、大谷武次郎を担ぎ出し、秋田美のると、藤安市民がおこし自らも関係していた、情報園芸との交流を果たして、 小竹芸能の全身小竹新演芸を設立した。道頓堀角座を本拠として、鹿島氏娘や、中田大丸ラケット、宮古町長、藤山博美、列号三匹といったお笑いの人気者を育て上げ、お笑いの小竹大国を築き上げた。1965年には、関西の芸能事務所としてはいち早く、東京進出を果たし、 吉本工業と並ぶ関西の大手芸能事務所として発展した。その後、小福亭鶴子を、小福亭鶴べ、横山隆広史、酒井邦夫、通る、オセロ、増田岡田、アメリカ・ザリガニ、安田大サーカスなどの人気を笑い芸人を世に送り出した。その反面、会社の方針に従わない芸人やタレントに対しては、たとえ大物であったとしても躊躇なく、 専属マネジメント契約を解除するという形で追放する、等、企業人として冷徹な一面を見せた。例として、などがある。2004年8月、小畜芸能設立から45年間務めた社長職から退き、会長に就任。2006年7月17日、肺炎のため大阪市内の病院で死去。去年80、ありがとうございます。